さあ審判団を先頭に、両チームの、イレブンが、入場ということになります。さあゲームがスタートしました。第19節のゲームになります。バンラーレ八戸対カターレ富山、キックオフゲームがスタートしています。一度リンドまで下げます。骨から今瀬、そして今瀬がワンタッチで右のスペース、音泉クロスを上げていきます。姫野のシュートが決まりました。富山先制0-1です。のは姫野です。この今瀬のボールが非常にいいボールになりました。そして音泉がフリーでクロスを上げて、そのクロス最後決めたのは姫野、見事にボレーで決めていきました。姫野自身今シーズン3ゴール目と、間へというところですが、拾ったのは姫野、そして縦に送っていきました。さあ吉浦ボールをカットして、あっとゴールが空いていましたが、シュートを打っていて、そのシュートは枠をそれました。そして前田の左足のクロス、上方、そしてこのセカンドボール思い切って打っていきましたが、ここは西江がしっかりと反応しています。最後シュートを打っていったのは坪井です。ここも思い切って赤松から間が斜めのパスを入れて、岡がワンタッチ、そして丸岡です。中に選手が2人入ってきますが、右足のシュート、最後は浮いてしまいました。上方のシュートです。うまく右サイド、この岡のワンタッチが効きました。そして丸岡、利き足ではない右足でのクロス、そしてフリーでした。さあ右サイド、マテウス・レイリア、ドリブルで運んでいきます。さあ自らどんどんえぐっていって、ポストクロスバー、最後は姫野のシュートでしたけども、クロスバーでした。さあスローインから、さあここから一度チャンスを作れるか、バンラーレ八戸というところですが、長い笛が鳴りました。